フタ君の週刊アート情報。青人君の週刊アート情報です。4回目となりました。いや、大変ですね。ムンク、アートは希望です。先日美術館の招待券プレゼントをご応募された方から感謝のメールをいただきました。ありがとうございます。その方にとってアートは希望であり心のビタミン剤ですとおっしゃっていました。同感です。アリト君にとっても生きるエネルギースーパーブルーを作ってくれるのがアートです。どうもお便りありがとうございました。さて今回下北沢にあるギャラリーに行ってみました。このギャラリーは古民家風の家2棟を改造したギャラリーで DDD アートなぎとソノ2件を運営してます。ギャラリーソノでは松本さねゆきさんの個展がありました。ギャラリーなぎでは3人のアーティストのグループ展をやっていました。どうぞ展覧会情報の 12、3件後にご報告ムービーをお伝えします。お楽しみに。このチャンネルは関東1都6県のギャラリー美術館のアート情報を掲載した東京ライブ&エキヒビッツの情報から抜粋してお送りしております。9月10日から17日までの1週間に始まる展覧会をご紹介いたします。これからご紹介する展覧会で面白そう、興味ある、行きたいと思われた方、下の備考欄に URL を貼ってありますので、そちらから詳しい情報、お休みとか、美術館は入場料がかかりますけども、ぜひご覧ください。そして足を運んでみてください。アートは本物が一番です。さあ、今週も週刊アート情報、スタート。ムンクだった。9月11日月曜から9月30日土曜まで、墨田区緑のアートトレースギャラリーにて、島田良樹、田中綾子、Of course I still you。 9月11日月曜から9月18日月曜まで、西新宿の京王プラザホテル本館3階ロビーギャラリーにて、木造岩8人の仲間展、木の魅力に惹かれて木造岩の世界へ。9月12日火曜から10月14日土曜まで、大手町の丸紅ギャラリーにて、浜野俊博、伝統と現代のハーモニー、聖徳太子絵伝四季図大屏風と新作。9月12日火曜から9月17日日曜まで、北青山のダズルにて、ハシビロコウ祭りセカンド。9月12日火曜から9月17日日曜まで、神宮前のトキアートスペースにて、平田博彦展ファイト王。9月12日火曜から9月24日日曜まで、恵比寿のナディフアパートにて、鏡健個展ミニマリズム。9月12日火曜から12月3日日曜まで、東京国立博物館表慶館、横尾忠則寒山百徳展。9月12日火曜から11月5日まで、同じく東京国立博物館本館特別一室にて、特集東京国立博物館の寒山十徳図、伝説の風景層への憧れ。9月13日水曜から10月2日月曜まで、銀座のパルピトギャラリーにて、シオン個展移ろう季節に君は変栄養残して。9月13日水曜から10月2日月曜まで、横浜高島屋ギャラリーにて、パリを愛した孤独な画家の物語。9月13日水曜から11月13日月曜まで、江東区青海の日本科学未来館にて、言葉にならないプロの技、生成 AI に再現できる。9月14日木曜から9月24日日曜まで、銀座セイコーハウス銀座ホールにて、
大隅幸恵金工店、メタルワークバイ幸恵大隅、9月14日木曜から11月5日日曜まで、東京ミッドタウン2121デザインサイトギャラリー3、吉岡徳次フレーム、ガラスのトーチとモニュメント。それでは DDD アートソノの松本実幸個展フォーカスオンをご紹介します。 DDD アートソノのエントランスです。反対側にギャラリーなぎが併設されています。展覧会場にはアーティストの松本実幸さんもいらっしゃいました。作品を制作中でお邪魔してしまいました。すみません。松本実幸さんの展覧会はいかがでしたでしょうか。さあ、展覧会情報を続けます。また14件後に凪のご紹介をいたします。レッツゴー。9月15日金曜から11月5日日曜まで、八王子市夢美術館、巡り合う大杖。9月15日金曜から9月24日日曜まで、江東有明近江臨海副都心エリアにて、アートベイ東京アートフェスティバル2023。9月15日金曜から9月24日日曜まで、中野のギャラリーリトルハイにて、金井達夫個展かわいい。9月15日金曜から10月15日日曜まで、銀座のポーラミュージアムアネックスにて、細川森弘展経楽の式。9月15日金曜から10月31日火曜まで、横浜のバンクアート開港にて、松本明則、松本美智子惑星トラリス展。9月15日金曜、10月1日日曜まで、下北沢の下北沢アーツにて、天野日奈子個展 How do you feel? 9月15日金曜から9月24日日曜まで、南青山の MA5 ギャラリーにて、 The Catcher in the Mirage 真岡上田。9月15日金曜から10月9日月曜まで、渋谷パルコのオイルバイビテ町ギャラリーにて、吉野桃余白の深淵展。9月15日金曜から10月15日日曜まで、渋谷のアユアラングレイスにて、ユーセト。9月15日金曜から10月3日火曜まで、銀座つたや書店フォームコンテンポラリーにて、グループ展リイマジニ。9月16日土曜から11月26日日曜まで、鎌倉市の神奈川県立近代美術館鎌倉別館にて、庄司福旅と写生ドローイング。9月16日土曜から12月10日日曜まで、上野公園の東京都美術館にて、永遠の都ローマ展。9月16日土曜から10月14日土曜まで、新宿区南町のルートコンテンポラリーにて、ソーウェン個展 Your body is the shoreline。 9月16日土曜から11月12日日曜まで、上野東京国立博物館本館特別御室にて、
浄瑠璃寺球体阿弥陀修理完成記念特別展京都南山城の仏像。面白そうな展覧会がたくさんありますね。さあ次は DDD アートなぎの展覧会を見に行きましょう。サマーポートレートには山田レオ氏、ワウ氏、ニキ氏の3名のグループ展を開催中です。下北沢駅から歩いて10分ぐらいのところにあります。こちらは9月18日月曜まで開催中です。ぜひご覧になってください。来週9月16日土曜からアートフェスティバルムーンアートナイト下北沢2023というイベントも開催されます。今下北沢は現代アートで盛り上がり中です。では最後の14件の展覧会情報をお届けします。9月16日土曜から11月5日まで横浜のそごう美術館にてアーツ&クラフトとデザイン、ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで。9月16日土曜から11月19日日曜まで横浜市の横浜人形の家、広田さとみ記録と記憶創作人形ができるまで。10月16日土曜から10月9日月曜まで横浜市の横浜市民ギャラリー展示室 1B1 にて新京の作家展2023ここにいるボイスオブプレイス。9月16日土曜から11月10日日曜まで下北沢周辺にてアートフェスティバルムーンアートナイト下北沢2023。9月16日土曜から10月15日日曜まで銀座ギャルリーためなが東京店にてユフィーとローランさんモードに触れた2人。11月16日土曜から11月19日日曜まで渋谷のシビッククリエイティブベール東京にて M++ エンボディメント++。9月16日土曜から9月30日土曜まで秋葉原のチークベース秋岡マニファクチャーにてアマネエンタメワールドオープニングイベントアートの祭典。9月16日土曜から10月8日日曜まで下北沢 SRR プロジェクトスペースにて久保海人ブリーチザミレニアム。9月16日土曜から12月17日日曜まで小金井市の江戸東京建物園にて江戸東京建物園開園30周年記念特別展江戸東京博物館コレクション江戸東京の街づくり。9月16日土曜から2024年2月25日日曜まで日本橋高島屋資料館東京にて知られざる盗聴塔の仏近代常滑における盗聴展。9月16日土曜から9月24日日曜までつくば市の国立科学博物館つくば実験植物園にて企画展シダミュージアムつくばシダ展。9月16日土曜から12月19日火曜まで群馬県高崎市の群馬県立近代美術館にて鈴木開く京の発掘企画
キャプテン時創作において自由なる競争19、20世紀の芸術家とポスター。ご視聴どうもありがとうございました。アートは希望です。心のビタミン剤です。では今週もご視聴どうもありがとうございました。青人くんの週刊アート情報でした。ブル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 。